匠です。今回は量子もつれとホログラフィック宇宙ということで、こちらをテーマに扱っていきたいと思います。量子力学の実験の中で、量子の不思議な、特性を示した量子もつれっていう、これも有名な、性質があるんですけど、今日はそれがメインテーマですね。そして最終的には、かなり話が飛躍しますけど、この量子もつれとこの宇宙空間ですね、宇宙空間、時空がかなり関係しているということで、実はこの現実の宇宙空間ですね、宇宙空間は、この量子もつれの状態で投影されたホログラムの映像ではないかということを、東大の研究所がですね、そういった考察を出しているということで、最後にこれを紹介していきたいと思います。この動画チャンネルでも結構人気な20スリット実験っていうのがあるんですけど、この動画チャンネル結構見ていただいている方はまたこの説明かっていう感じかもしれませんが、20スリット実験、2つのスリット穴にですね、粒を通していくと当然この日本線に着弾するし、波を通していくと、波の回折現象といってこの細い、穴をですね、波が通ると、こういった感じで半円状に広がっていくんですけど、この波と波がぶつかると実はですね、干渉し合って、強め合うところは強め合う。で、山と谷がぶつかると弱め合うっていうことで、強め合う、弱め合うっていう、この縞模様、干渉縞っていう模様になっていきますと。で、これがですね、目に見える大きなマクロスケール、大きな世界では当然こうなるってことなんですけど、量子の世界は非常に不思議で、量子は粒と考えられていたんですけど、この量子を20スリットにこういう風に一発ずつ通していっても、一発ずつ発射しても干渉縞になってしまうということで、これは有名な実験ですけど、量子は波と、そして粒の性質を同時に持ち合わせていると。で、観測する前は、人間が観測する前は明らかに波の性質を示しているんだけど、そういう風に不思議な干渉縞ができちゃったので、このスリットね、どちらを通ってるのかって観測器を置いて観察すると、なぜか粒の性質しか示さなくなってくる。量子としての性質を失ってしまうっていうですね、不思議な現象が起こります。そしてですね、他の動画でも遅延選択量子消しゴム実験というのを説明したんですけど、これもですね、動画で詳しく解説しているので、こちらも人気の動画なので、また見てほしいですけど、この光子、量子をですね、一発通して、そしてですね、BBO っていう結晶があるんですけど、この BBO っていう結晶に、結論、この光子を1個当てると2個の対になって生成するっていうね、こういう性質がある。自発パラメトリックダウンコンバージョンですね。SPDC っていう現象が起こるんですけど、この2対の光子、量子をですね、分けて、こうやって観測をしていくんですけど、20スリットですね。どっちの穴から来たか分かる条件で、この観測をすると干渉縞が現れないで、どっちの穴から来たか分かんないよっていう条件で観測すると干渉縞が出てしまうっていうね、不思議な現象が起こると。経路を観察してしまうと干渉縞が現れないっていうことは、つまり、こういう粒の状態になっている。で、干渉縞が現れるってことは明らかに波として伝播してるってことなんですけど、どっちの経路を通ったかわからない、観測状態ですね。もうこれ途中で何か、量子を触って観察してるわけじゃなくて、すべて通った後、20スリット通った後、すべての実験の最終局面でどっちを通ったか判断するか、できるかできないかっていうところを見てるんですけど、結論の最後までどっちの経路かわかんない状況だと干渉縞が現れるってことなんですけど、これですね、すごく不思議な話で、もうこの、経路ですね、D4 って書いてあるところとか、D3 って書いてあるところで検出できたときは、あ、実はこれ、上と下どっちかの穴を通ってたんだなっていうのが、最後の最後に分かる。で、この20スリット通った後に確定するっていう話で、で、この結果どっちから通ったか分かんなかったねっていう結果も、すべて20スリット通った後に、発言する結果なんですね。で、これ何が言いたいかっていうと、干渉縞が現れないとか、干渉縞が現れるっていうのは、この2つのね、粒子が発射された後、特にこの下の粒子、下の量子がですね、経路がバレるかバレないかによって、この干渉縞が出るか出ないか変わっちゃうわけですよ。で、まるでこの2対の
漁師が連絡を取り合って、下の漁師が、あ、やばい、経路バレちゃったよ。バレちゃったから粒として振る舞ってねっていうふうに上の漁師に指示してるような。経路ね、バレなかったから波として進んでねっていうふうに下の漁師が上の漁師に連携取ってるかのような、すごくね、平たく言うとそんな現象が起こるっていうことなんですけど、これなぜ起こるかっていうことを、今回のね、漁師もつれで説明していくと。で、この漁師消しゴム実験のような、まあ、不思議な結果っていうのは漁師もつれが関係してるんじゃないかっていうのが、まあ、今回の話ですね。はい。じゃあその漁師もつれって何かっていうと、先ほどのようにですね、BBO のような非線形光学結晶っていうものがあるんですけど、そういったところにね、光子とか、まあ、光子じゃなくても電子とか、でも量子だったら何でもいいんですけど、こう量子をぶつけると、二対になって、現れるわけなんですよ。で、一個の量子から、まあ、二つの量子が、量子もつれ状態といって、同じタイミングで絡み合った状態で二対生まれるっていう現象。で、この量子もつれ状態のペアっていうのは、実はすごくね、関連性が深いんですね。で、下に書いてあるんですけど、このペアの量子同士で物理量の相対関係が定まった状態って書いてあって、まあ、この説明だとちょっとわかりづらいんですけど、例えばですね、物理量の一つに角速度っていうのがあります。つまり回転の速さと向きなんですけど、まあ、回転の速さなんですけど、で、この、例えばですね、右回りとか左回りとか上向き下向きとか言ったりするわけなんですけど、例えば軸がありましたと。で、上向きのスピンっていうのと、下向きのスピンっていうのが、まあ、大きく言うとあるわけですよね。で、この量子もつれ状態になった時に、必ず上と下のセットで量子もつれ状態になるっていうのが、法則としてあります。これは角速度保存の法則といって、まあ、このね、角速度ゼロの状態から、例えば上向きのものが出たら下向きのもの、足して、まあ、合わせてゼロの状態に、ならないといけないっていうね、エネルギーが保存される、角速度が保存されるって法則があるんですけど、まあ、簡単に言うと上と下、逆向きで必ず生成されますと。まあ、他にもね、まあ、これ粒で書いちゃってるんで、非常に説明しづらいんですけど、本来はこう 粒というか観測する前は、実体のない波の状態なので、波、波動なんですね。その時の波動の、まあ、位相って言って、まあ、角度みたいなものが直行して生まれたりとか、もう別にこの角速度以外にも、二対の量子もつれ状態のペアっていうのは、いろんな相対関係っていうのがもう絶対定まってる。上なら下、下なら上みたいな感じで、ペアになってる粒子は、量子は必ず関係があるってことですね。で、量子力学的に言うと、量子力学、先ほどの二重スリット実験もそうなんですけど、人間が観察する前は実は、この電子みたいな量子ですね、実体がなくてこうぼやっとしたエネルギーの波みたいな状態で存在していると考えられています。まあ、これが本当かどうかっていうのは、まあ、観察したらね粒になっちゃうんで、観察できないんですけど、観察する前はこういうぼやっとした電子運とか波動関数と言われてるんですけど、ぼやっとした雲のような状態で存在してないと、まあ、いろんな現象が説明できないということで、まあ、量子力学ではこう考えられている。なので観察される前のこの状態のことを量子っていうわけですね。つまりこのエネルギーの、波というか、この確率の状態のことを量子と呼びますと。で、そしてまあこの観察と粒になるっていうこの、物質のことを量子っていうわけなんですけど、まあ、イメージとしては、これ、ニュートンの、画像をちょっと引用させていただいているんですけど、ちょっとね、暗くて分かりづらいんですけど、観察される前はエネルギーの波みたいな状態ですね。で、これはちょっとね、表現的に、二次元的に説明するしかないんで、まあ、こんなイメージなんですけど、本当は、まあ、三次元に広がっている球体みたいな波ですね。で、まあ、こういう波の状態。で、観察するっていうことをこう光を当てるっていうので例えてるんですけど、まあ、例えば光をパッと当てた瞬間、この波のどこかの一箇所にバシッと収束する。で、これがイコール粒みたいなイメージですね。繰り返しになっちゃいますけど、これ説明のために二次元のペラペラの世界で説明しちゃってるんで、こういう感じになりますけど、実際はこの立方系立体的な粒、ですね。これも本来は三次元の球体のイメージですと。で、観察するとどこかにバシッと場所が定まって、そこに収束するって感じ
ですね。はい。で、量子っていうのはこういう、観察する前は、あらゆるところに存在する。この感覚はちょっとつかみづらいかもしれないですけど、この電子運っていうのは、このどこかに実体がありますよって意味じゃなくても、すべてのこの確率の雲のところに、パラレルに存在しているっていう意味なんですね。この点点点のどこかに電子がいるっていうことではなくて、エネルギーの実体のない雲みたいな感じでぼやっと同時に並列的に存在しているっていうのが正しい。まあ今の量子力学での解釈ですと。でですね、さっき、スピンが上向き下向きみたいな話があったんですけど、実はこれ観察する前は A も B も上でもあり下でもあるっていう状態なんですね。上向きのスピンもしているし、下向きのスピンもしているっていう重ね合わせの状態っていうんですけど、上向きのスピンでもあり、下向きのスピンの可能性の波として存在している。なので、あえてちょっと薄く書いてるんですけど、本来はこれ粒みたいな形ではなくても、エネルギーの波なんですよね。だから実体のない雲みたいな状態なんです。で、この時ですね、例えば A を観察しましたと。A を観察したとき上向きのスピンだったら必ず B は下向きになるんですね。量子もつれ状態のペアっていうのは片方が上だったら下になる。A が下だったら上向きのスピンになるっていうように、例えばスピン、角速度の話ですけど、こういう関係性があります。で、この角速度以外にも、例えば波の振幅の大きさであるとか、位相のずれであるとか、他にも位置であるとか速度であるとか、まあ、いろんな物理量があるんですけど、一番わかりやすいのはこのスピンの向きの話ですね。上向き下向きのセットで必ず生成されるということですね。はい。で、この量子もつれ、すごく不思議な現象を起こします。はい。時空を超える量子もつれということで、この量子もつれ実験ですね。量子もつれを使って、すごく不思議な実験が、観察されています。まずですね、この量子もつれ状態の量子のペアを先ほどのね、BBO みたいな自然系の結晶で作ると。で、この量子もつれの状態、の量子 A と B をですね、まあ十分遠方に離す。まあ極端に言うと地球と月とかでもいいわけなんですけど、めちゃくちゃ遠方に離すわけですよね。で、その状態で A のスピンの向きを観察しますと。で、その結果、上でした。上であるっていうことが分かったとしますと。そうするとですね、B っていうのは、まだ量子的な動き、上でもあり下でもあるっていう、重ね合わせの状態にあるんですけど、この A の観察をした瞬間、B も粒としての振る舞いをいきなり始めて、下向きのスピンで動き出すっていうのが、まあ、実際に実験的に分かっていますと。はい。これを聞いてですね、ちょっとね、分かりづらいというか、この重ね合わせっていう感覚がちょっと分かりやすい説明ではないので、あれですけど、要は A の状態を確定してしまうと、B の状態も勝手に確定されてしまう。逆向きのスピン状態として取る。ここ、量子がですね、連携して、A が上、俺上でね、動くから君下で動いてね、みたいな情報伝達をするのかよくわかんないですけど、瞬時にその情報伝達がされて、下向きに回り始めるっていうことなんですね。で、この速度がですね、情報伝達の速度が、実は光速を超えちゃってて、これはアインシュタインの相対性理論ですね。高速度を超える情報の伝達は不可能であるっていうところを超えちゃってるわけなんですね。なので、まあ、EPR パラドックスっていうんですけど、まあ、アインシュタインだがですね、まあ、アインシュタインとポドルスキーとローゼンっていう、この3人の研究者たちが、まあ、1935年にですね、まあ、この量子もつれは不可解な遠隔作用だって言って、まあ、この量子力学を批判する根拠としてですね、1935年に、量子力学の記述は不完全であるって発表をしていますと。まあ、つまりですね、この先ほどの説明を聞いてて、もしかしたら、あなたもですね、そう思うかもしれないですけど、いや、A が上向きだったら、B も下向きっていうのはね、絶対確定しているので、そもそもこの観察する前が重ね合わせの状態とか言ってるけど、そもそも観察する前から上と下で最初から回ってたんじゃないの。で、観察する前からそういう風に回っていたのであれば、当然最初からね、観察する前から A は上で回ってたわけなので、実体として。で、A が上と分かりました。じゃあ B が下向きであるのは当たり前じゃないですか。っていうふうに、アインシュタインらの
理屈としてはそういうふうに説明して、まあ、実際にはこの論文ではスピンの向きではなくて、もうちょっとですね、別の説明をしているんですけど、まあ、量子力学を批判したっていうところですね。はい。で、じゃこの EPR パラドックス、理論としてはあるわけなんですけど、実際には当時のね、1935年の実験テクノロジーでは、まあ、これが正しいかどうかっていうのは説明ができなかった。具体的に言うと、こういう量子もつれの状態の電子対とか光子のペアっていうのをたくさん大量に作って、かつその、同時にですね、測定をするっていう技術がなかった。そのペアとして、ちゃんとペアの測定が、ね、できないとね、まあ、たくさんこの量子対を作っても他の量子対と混ざっちゃって、どれとどれがペアだったかわかんないみたいな状況になっちゃうと、結局測定できないので、まあ、まずそのテクノロジー的に、この時代は EPR パラドックスが正しいのかどうか、果たして量子力学の方が正しいのかどうかっていうのが説明ができなかった、研究できなかったんですけど、後にですね、さらに30年ぐらい経ってベルの不等式っていうのが考案されて、でこれはまだ実験ではないんですけど、まあ、ベルっていう物理学者ですね、数学的にアインシュタインの主張が正しかったらこういう条件、こういう不等式が成り立つはずだよと、で世界中の量子物理学者さん、これを破れるかどうか実験してみてねみたいな投げかけを行ったわけですね。ベルが実験をしたわけじゃなくて、理論的にこういう実験結果がこれを破ると、この数式っていうのはアインシュタインの主張を元に考えたやつなので、アインシュタインたちが正しかったらこれが実験的になり立つし、実験をやってこれが破られてしまったら量子論の方が正しいみたいなことを作ったわけですね、このベルさんが。で、そこからですね、世界中の研究者たちが研究をしていくことになりますと。でですね、結論、まあ、なんとベルの不等式はもうめちゃくちゃ破られまくるということで、量子力学の方が正しいという研究結果がどん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 出てくるんですね。最初はジョン・クラウザーっていうですね、まあ大学院の学生が実験の設備を作って、まあそういう量子対をですね、たくさん作る実験設備を初めて作って、そこからいろんな測定をやっていったわけなんですけど、結論ですね、ベルの不等式はもう破られてしまうっていう実験結果がたくさん出てきたわけですね。で、このジョン・クラウザーの時はまだ実験の設備の精度が低かったんじゃないかとかいろんな批判があったわけですけど、その後、アラン・アスペっていう人も有名なんですけど、このアスペの実験で、このベルの不等式はやはり破られたっていうことが分かった。あとはですね、日本の古澤、教授、であるとか、まあ、中国の研究チームもね、2017年ですかね、これを、まあ、量子もつれの状態っていうのは、なんと地球と、宇宙衛星ですね。地球と宇宙衛星をつないで量子実験をやって、まあ、この、量子もつれが確認できたということで、まあ、いろんな追試実験っていうのは世界中で行われていったわけなんですけども、どれをやっても量子論がどう考えても正しいという結果が出たというわけですね。はい、そして、まあ、イギリスのグラスゴー大学の研究チームはなんと、量子もつれの状態を可視化する、まあ、画像を制作できたということで、まあ、いろんなね、位相の、量子もつれ状態のペアを観測したところ、やっぱり対比的な、量子もつれの、視覚化された画像が撮れたということでね、こういう、実験も行われましたと。具体的な実験の内容はですね、ちょっと今回の動画がなくなってしまうので、また説明しようかなと思うんですけど、まあ、基本的にはこういう、非線形の光学結晶を使ってペアを作って、このペアをいろいろ同時に測定していくっていう実験が結構主流で行われていますと。はい。で、量子もつれをですね、結局正しかったんだっていうことが、まあ、いろんな追試で分かっていったわけなんですけど、じゃあ現実世界ね、どういったことに応用されるかっていうことの一つに、まあ、よくこういう話で、紹介されますけど、量子テレポーテーションっていう技術に使えますと。はい。量子テレポーテーションっていうのは何かっていうと、まず量子対を作るわけですよね。先ほどの BBO のような非線形の光学結晶から電子対を作ると。で、その電子対をですね、離すわけですよ。で、極端に言うとさっきの中国の実験で言うと、地上と人工衛星の、2箇所に、電子対っていうのを離すわけなんですけど、でこの量子もつれ状態の量子ペアを生成して、まあ、例えば量子 B の方を遠方に離すと。そしてですね、地上で何を行うかっていうと、転送したい、テレポーテーションなんで、ここから量子を飛ばすわけなんですけど、転送したい量子 C っていうのを準備させて、で、そこでですね、量子 A と
ベル測定という、まあ、特殊な測定を行います。簡単に言うと、この A と C をさらに量子もつれさせた状態みたいにしていくわけなんですけど、量子力学ではですね、不確定性原理っていうのがあって、例えばですね、その量子の場所、位置とスピードとか、重さかけるスピードなんですけど、運動量。この運動量と位置っていうのは両方を正確に知ることはできないっていう、まあそういうですね、法則があるんですね。こういう位置と運動量以外にも、先ほどの角速度であるとか、波の振幅とか、位相であるとか、いろいろあるんです。いろんなセットがあるんですけど、不確定性原理っていうのは、量子はその2つの、量子状態、物理状態っていうのを確定できないと。なんで、例えば位置の揺らぎですね。この位置の場所がだいたいこれぐらいですよっていう幅を小さくすると、今度スピードがわかんなくなるって感じですね。で逆に言うと、スピードを正確に見始めると場所が今度、不確かさが大きくなっていく。どこにいるのかだんだんわかんなくなってくるってことで、位置とスピードっていうのは、例えばですね、位置とスピードは、両方測定できないみたいなのがあるんですけど、で、このね、ベル測定っていうのは何かっていうと、この A と B って量子もつれ状態にあるので、この A を直接的に観察しちゃうと、その観察した瞬間 B の、物理状態が確定しちゃうわけなんですね。先ほど説明した通り、まあ何かしら、量子もつれ状態にあって、A を触ってしまうと B も確定しちゃうんで、この時ですね、まあこの後、量子 C っていうのを飛ばしていくんですけど、量子 A とか量子 C を触っちゃって、直接観察してしまうと量子 B も確定しちゃうんで、それはいけないと。なので、何をやっていくかっていうと、相対的な差を調べるんですね。相対的な差。A と C がこれぐらい差があるよっていう、測定をするんです。まあ、めっちゃ簡単に、本来は違うんですけど、本来は例えばその角速度であるとか、まあ、波の振幅であるとか、位相であるとか、そういったところを、差を見ていくんですけど、例えば、すごくね、平たく言うと、黄色ですよね、これ。黄色と赤。で、この黄色と赤は、A はどのぐらいの色なのかよくわかんないんですけど、A に比べて C はこれぐらい赤っぽいよみたいな、これぐらい色が濃いよみたいな差を測定するって感じですね。あとは例えば温度とかだと、これが具体的に30度とか40度とかを測定するのではなくて、 A と C が10度差があるよみたいな相対的な差だけを調べるってやつですね。これをやると、まあ、不確定性原理を破らないっていうことで、まあ、具体的に一個一個の粒子がどういう状態にあるのかっていうのは触らない、極力触らないっていうことですね。量子状態を保ったまま、ただその相対的な部分を測定すると。でですね、このベル測定を行った結果を B のところに伝達をしていきますと。量子 B の、人工衛星のところにね、例えば量子 B があるわけなんですけど、まあ、衛星電話でもいいし、メールでもいいし、古典的な、情報伝達の方法で、A と C の差はこんな感じだったよっていうことを伝えるわけですね。で、ただですね、この、ベル測定を行ったとしても、量子状態っていうのは破壊されてしまうので、まあ、どれぐらい差があるかっていうところはわかるんですけど、その測定をした時点で、これとこれは、A と C は量子状態というのは破壊されてしまうので、まあ、ここは量子状態が壊れてしまうと。ただ B はですね、まだ量子状態なわけなんですね。で、このエンタングル測定というのは先ほどのベル測定と同じ意味なんですけど、この測定の結果を B のやつ伝達して、で、その相対的な差をもとに、A と C はこれぐらい違いましたよ。ね、なので、B にこういう変換操作を行ってくださいみたいなことを伝えるわけですね。で、人工衛星のある場所、量子 B では、この量子 B に対して、そういう特別な変換操作を施す。まあ、ここの説明はね、具体的な実験の手順を説明しないと、この操作っていうのは何なのかって説明しづらいんですけど、例えばその波の振幅であるとか位相であったりすると、まあ、この相対的には、例えば1と0で表現するときに、A が1でした。C が0でした。なので、
B はまだ量子状態でわかんないんですけど、この1に変換するゲートを通してくださいみたいにすると、まあ、そういう変換操作を行うとですね、なんと、まあ、量子 C っていうのは壊れてしまったんですけど、量子 C と全く同じ状態の、もともと B だった量子っていうのが、量子 C と全く同じ物理量を取ることができるっていうことで、見かけ上、物理的にですね、飛んだわけじゃないんですけど、要は、量子 C の状態が量子、元 B ですね、に完全コピーされるってことが行われるわけですね。これはなぜそうなるかっていうと、まあ、A と B は量子もつれ状態だし、A と C も量子もつれ状態になってくるので、間接的にですね、C と B は量子もつれ状態になってくると。で、A のペア同士なので、まあ、その状態っていうのが完全にコピーされて、見かけ上、ふっとですね、光の速度を超えるわけではないんですけど、先ほどの情報伝達の速度に依存しちゃうので超えるわけではないんですけど、あたかも量子 C が急に現れたかのような見え方をすると。で、今すごく抽象的な説明をしているので、ちょっと十分にわかりやすいっていうところではないかもしれないですけど、まあ、例えばこれ、電子とかね、光子みたいなのでも実験できるわけなんですけど、一番大きい物質っていうと、原子ですね。まあ、そういったカルシウムであるとかヘリウムみたいな原子を飛ばすっていうこともできているわけなんですね。なので、まあ、その原子の状態をコピーして、まあ、ただの量子状態だったの空間にいきなり原子を出現させるっていうこともできているっていうことなので、まあ、これまさに量子テレポーテーションですね。で、人間の体も、ね、ある意味その原子の集合体なので、まあ、その人間の体の状態、例えば、自分がここにいますと。自分がここにいますと。で、量子もつれ状態。何かしらその量子もつれを起こす装置を作って、その量子空間と自分の相対的な差っていうのを、例えば宇宙空間とかに飛ばして、で、この、量子元 B のところですね。この量子の場に自分の体の情報っていうのをコピーさせると、まあ、地上にいる自分は壊れちゃう、バラバラになっちゃうんですけど、この宇宙空間にいる自分の量子場のところですね、自分がパッと出現する。あたかも、テレポートしたかのようにできる。まあ今のところ多分できないんじゃないかとは言われてるんですけど、まあこの量子力学の研究がですね、どんどん進んでいって、そういう虚子的なマクロな存在っていうのも量子もつれが起こせるようになっていったら、そういう目に見える形のものもテレポートさせることがもしかしたらできるんじゃないかっていうことが、まあ日々研究されてるわけですね。はい。で、まあ、今回はこの量子もつれと量子テレポーテーションの話をしてるんですけど、まあ、ここからがですね、ちょっとわかりづらい説明かもしれないですけど、めちゃくちゃ面白い話です。はい、かの有名なですね、スティーブン・ホーキングっていう博士がいますけれども、ホーキングは、まあ、長年ですね、このブラックホールの研究をずっと行ってきました。そしてですね、ベッケンシュタインっていう物理学者とですね、共同で、まあ、このブラックホールの研究を進めていく中で、ベッケンシュタインが予言したことをホーキングが数式的に説明したところ、実はそのブラックホールの情報っていうのは、面積ですね、ブラックホールの表面に書き込まれてるんじゃないかっていうですね、ことが示唆されたわけです。ちょっとどういう意味か分かりづらいかもしれないですけど、まずエントロピーっていうですね、概念があります。エントロピーっていうのは煩雑さを表す、物理量で、例えばですね、先ほどの、量子もつれの状態、量子もつれの状態の時って、この1個の量子が上か下かが混ざり合った状態、重ね合わせの状態なんですけど、上か下かっていうことなんで、この時のエントロピーは2、数字で言うと2なわけなんですね。で、この量子もつれ状態の時は、上か下かっていうのが2対あるので、まあ、上、下、下、みたいな感じで、まあ4パターンあるわけですね。実際に量子もつれ状態は上か下の対になってしまうのであれなんですけど、まあ、例えばその4パターンあり得るわけなんです。量子もつれ状態じゃないと考えたら、上っていうパターンもあるし、下ってパターンもあるかもしれないんで、まあそういう場合の数のことをエントロピーと呼んだりもするんですけど、ブラックホールの中の情報っていうのは、ブラックホールっていう天体は情報量が、重力が強すぎて、ブラックホールの中の量子状態っていうのがどんどんブラックホールの中に吸い込まれていってしまうと。で、その
ブラックホールのエントロピーっていうのもあるはずなんだけれども、それはどこにあるのかと。でですね、ベケンシュタインとホーキングの、この共同の概念として、結局、ホーキングがまとめたのは、このエントロピーは、この面積 A ですね、に依存するんだよっていう結論に至ったわけですね。で、ブラックホールの中の量子情報ですね、さっきの重ね合わせ、上か下かみたいな情報が膨大な量があるわけなんですけど、そのエンタングルメント、量子もつれのエントロピー情報っていうのは、実はその3次元的に体積ではなくて、面積に比例するっていうことが、示唆されたと。で、今何の話をしているかというと、ブラックホールって3次元的な立体のはずなんですけど、実はこの2次元情報を3次元の物体に影響させるっていうのは、この世界の技術で言うとホログラムっていうものにすごい似てるんですね。ホログラムってこう2次元のシート、2次元のペラペラのシートにいろんな情報が書き込まれていって、まあ、光を当てると3次元っぽく見せるっていう技術なんですけど、このエントロピーっていうのは普通に考えるとこの3次元の物体なんで、エントロピーの情報も3次元に依存するのかな、体積とかに依存するのかなっていうのがイメージとしてあるんですけど、そうではなくてブラックホールに関して言うと、実は面積、2次元的な面積に依存する。まるでその2次元のシートに情報が埋め込まれていて、そこから投影されているような、そういったことが示唆されたと。でですね、この2次元の情報が埋め込まれている表面と、この立体的なブラックホールの関係なんですけど、これが実は量子、もつれ、エンタングルメントっていうんですけど、量子もつれのことを、ブラックホールの表面と中の関係っていうのは、その表面の量子と中の量子の量子もつれの状態で実は全て投影されている、記述されてるんじゃないかっていうことが、示唆されましたと。はい。でですね、ここからが結構衝撃的な話なんですけど、実はこれブラックホールだけではなくて、この宇宙すべての時空間ですね、が量子もつれで投影されてるんじゃないか、映し出されてるんじゃないかっていう考えが東京大学の研究所から発表されました。時空が量子もつれから生まれてるんじゃないかっていうことが解明されたと。つまりイメージとしては、これは、その木とね、リンゴをイメージとして書いてるんですけど、実はこの木とリンゴの実体があるものと思われているんですけど、何かしらのこの二次元データ、二次元的にデータが埋め込まれた、表面からですね、量子もつれの状態で、この表面とこの中の木とかリンゴっていうのは量子もつれの状態にあって、この表面にデータがある、この情報が映し出されてるだけなんじゃないか。この宇宙内の物質っていうのは宇宙表面の量子と量子もつれ状態にあって、それがホログラムとして再生されてるのではないかというような、数学的に言うとそれが示唆されたっていうところですね。はい。これは本当に、ホログラム宇宙、ホログラフィック理論っていうのは昔から実はあるんですけど、この宇宙空間っていうのはホログラムとして生成されたような二次元情報から映し出された三次元情報なのではないかっていうことが、なんとそのね、量子もつれの、状況と、量子もつれの理論と、ブラックホールの理論と、いろんな、量子力学の発展と数学的な検討の中で示唆されてきたっていうところですね。本当に不思議な話ですけど、もしかしたらこの宇宙の実態っていうのは、ゲームの映像かわかんないですけど、宇宙の表面ですね、宇宙の外側の表面にある情報をホログラムとして映し出したっていうのが実際の姿なのかもしれないっていうところですね。はい。でですね、さらに言うと、ここから話が飛びますけど、実は人間の脳とか人間の意識も量子力学の性質が深く関わっているっていう量子脳理論っていうですね、説がありますと。人間の脳みその中も量子コンピューターのように量子力学的な性質がすごく動いてるんじゃないかっていうことで、そして先ほどの話でも言うと、宇宙の外側、宇宙の表面のデータが中に投影されているってことですけど、この中に存在する我々人間もその量子もつれから生まれた実体であるとするならば、人の意識っていうのも宇宙表面と量子もつれの状態にあるのかもしれないっていうことですよね。
はい。まあ、ここが示唆することっていうのは、この先っていうのは結構哲学的な話だったり、思考実験であったり、すごくちょっとスピリチュアルっぽい話になってくるので、この YouTube の中で話すにはすごく、僕自身としても若干抵抗がある話ではあるので、ここからの話っていうのはまた別の動画でも話はしていきたいんですけど、この人間の潜在意識、脳ですね。これが仮に宇宙表面の、量子もつれ状態と何かしら相互作用ができるのであれば、でこの宇宙表面の情報っていうのはこの宇宙に、投影されているこの中身の実態と相互作用があるわけですよね。このあたりが人の意識と現実の、動きアルゴリズムっていうのと何か関係があるのか、こういったことをですね、いろいろ考えるのも楽しいなと思っています。はい、あなたの自由意志っていうのは果たして宇宙に記述されたデータであるのか、あとはですねスピリチュアルの話で言うと、引き寄せの法則やら潜在意識の法則やらっていうのがあるんですけど、それがこの量子もつれと実は関わってるんじゃないかとか、そういった話はちょっとねスピリチュアルっぽい話になってくるので、興味がある方だけに公開しようかなと思います。はい、でですね、最近私匠の公式 LINE っていうものを作ったんですけど、そういったちょっとマニアックな話であるとか、スピリチュアルっぽい話であるとか、潜在意識の話っていうのは、このチャンネル、量子力学を純粋に興味を持っていただいて、見ていただいている方もいると思うので、そういった方々にはちょっと合わないかなというところがあって、潜在意識の話であるとか、脳科学の話であるとか、まあそういうスピリチュアルっぽい話は、公式 LINE の中だけでお伝えしていこうかなと思います。なので今日のこの動画の続きの話を聞きたいよっていう方は、今後そういう公式 LINE の方限定で配信していこうかなと思いますので、このようなアルゴリズム、ブラックボックスであるとか、潜在意識の不思議な話であるとか、まあその潜在意識を活用した引き寄せ、まあ成功法則に関しては、そっちのクローズドの場でお伝えしていきたいと思いますので、概要欄にですね、公式 LINE の友達追加ボタンを貼っておきますので、そちらから、ぜひですね、興味がある方だけ、見ていただければいいかなと思います。はい。今日の内容すごく長くなっちゃったんですけど、この量子もつれの不思議ということで、ぜひですね、今日の内容興味深かったよって方は、いいね、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。まあ、コメントの中でもですね、いろいろ賛否両論があると思うので、ご自身の考えを書いていただいたり、他に、ちょっとわかんないよっていうコメントがあったら教えてあげたりとかですね、ぜひディスカッション、活発にしていただけると嬉しいです。この動画面白かったよって方は、ぜひチャンネル登録していただいて、このチャンネルは他にもですね、量子論であるとか宇宙の話であるとか、脳科学についても解説していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。